ホイリッヒは1851年にザクセン州ライプツヒで創業したピアノメーカーで1948年までライプツヒでピアノを生産していました。現在、フューリッチブランドのピアノはウィーンと中国の海運で製造され、ウィーンのフューリッチピアノホルテ GMBH が販売しています。J、フューリッチピアノホイリッヒはライプツヒに歴史的ルーツを持つ ピアノ製作者一族及びピアノブランドである。ホイリッヒピアノは現在中国ネイハ市にある海林港ごとの工場で生産され、ウィーンのピアノ販売、開発会社ベンドルウントルングの指揮のもとで世界中で販売されている。加えて2016年からはオーストリアウィーンのロックにも生産施設が存在する。創業者のヒコノユリウス・ホイリッヒは2012年からは もはやフォイリッヒブランドの権利とフォイリッヒピアノの生産には関わっていない。ライプツヒはパリ、ロンドン、ウィーンに次いでヨーロッパの音楽文化の最も重要な都市の一つであった。ここで1851年にユリウス・グスタフ・フォイリッヒがピーパーの40ファブリックフューリッチを創業した。1860年までに400台以上の楽器が製造を販売された。 その後、より大規模で、現代的な工場が建設された。世紀の変わり目には、1万4000台近い、アップライトピアノとグランドピアノが作られた。ホイリッヒに加えて、ピアノ製造業者のブリュートナー、シンメル、ジーブル、ツインマーマン、フップフェルト、およびその関連産業も、ライプツヒを拠点としていた。ユリウス・グスタフ・ホイリッヒとヘルマン・ハインリヒ・ホイリッヒは、 ザクセン王国王室御用達の称号を与えられた。その後、自動ピアノの時代が訪れた。ホイリッヒはこの産業における多くの非常に成功した、企業と共同した。機械式楽器製造者であるヒューゴ・ポッパーとは進行を深めた。エム・ウェルテ・ゼーネによる、自動演奏シスミニョンやフップ・フェルトによるホンダ・フィリップスによるデュッカが導入された。 第一次世界大戦はこの地域に厳しい挫折をもたらした。そのため、ピアノの代わりに様々な戦争物資のための放送容器が次第に製造されるようになった。1919年までに3万4000台以上のアップライトピアノとグランドピアノが製造された。インフレーションの間、通貨の価値が維持されず、人々は通貨を素早く有形資産へと変換したため、 ピアノ生産は全速力で行われた。後に大恐慌が来ると人々は通貨を生活必需品に使わなければならず、ピアノ生産は大幅に低下した。ホイリッヒはこの時期無線機器のための筐体も生産した。第二次世界大戦中、戦争必需品の生産を再び余儀なくされた。1943年、工場建物は爆撃され、 生産施設や会社に歴史的に関係のあるすべての展示品、その他の書類、設計のための模型が失われた。当面はハーモニウム工房、テオドールマンボルクでの生産が続けられた。戦後、工場の修復が行われ、1950年にようやく新しい楽器が工場から出荷された。ユリウス・ホイリッヒ・ジュニアは1951年に西ドイツへ逃れ、 ミッテル・フランケンのピアノ製造業者をイテルペに加わり、共同経営者となった。ホイリッヒブランドのピアノも生産されていた。ドイツ民主共和国当局は、ライプツヒで経営を行っていたユリウス・ホイリッヒ、SR にラングラウでの事業の継続に難色を示した。1958年、ユリウス・ホイリッヒ・ SR は、事業の国営化を勧告された。その後、 東ドイツに残っていた残りのホイリヒ家の人々も西側へ逃れた。1959年、ユリウス・ホイリヒ・ピアノ・フォルテ・ファブリック・ GMBH が西側で新たに設立された。日本のピアノメーカーヤマハとカワイの出現により、ドイツのメーカーが数を保つのが次第に困難となった。1991年、オイテル・ペシャがベヒシュタイングループによって買収された。 楽器は当初ベヒシュタインのベルリン工場で生産された。ホイリッヒの CEO であったユリウス・マティアス・ホイリッヒは、ホイリッヒの社名が、それほど重要ではない役割しか果たさないことに、不満だったため、1993年に、ベヒシュタイングループからホイリッヒの株式を購入した。再び独立してから3年後の1994年、ホイリッヒは、フランクフルト・ムジーク・メッセに出品した。 ニュルンベルク近郊のグンツェンハウゼンの自社工場が完成するまでは楽器はライプツヒのレーニッシュ社によって製造された。1999年から2009年までは全てのフォイリッヒアップライトピアノ及びグランドピアノはグンツェンハウゼン工場で一流のピアノ職人によって手作りされた。1998年までにフォイリッヒ社は76,210台のピアノを 生産した。以後、特に1 1 8トルと1 2 3トルの2種類のアップライトピアノと1 7 2トルと2 2 7トルの2種類のグランドピアノが少量生産された。2010年と2011年に、ウィーンの企業ベンドルウントルング社とフォイルヒクラビア、ウントフリューゲルファブリカツ用オーン GMBH との間で業務提携が行われた。 意図は、ポートフォリオの拡大であった。一方では低価格帯のピアノを中国での安価に生産し、それと同時に、グンンハウゼン工場で手作りされたアップライトピアノとグランドピアノが売り出された。グンンハウゼンにおける生産の経済発展により、2012年1月1日からの業務提携の解消が2011年末に決定された。2010年、 ベンドル・ウントルング社は、ホイリッヒの株式の大半と、世界的な商標権利を取得した。2012年には、ホイリッヒ社の買収が完了した。今日、ホイリッヒピアノの研究開発、設計は、ウィーンで行われ、生産のほとんどは、中国、ネーハ市の海林港ごとの工場で行われている。ホイリッヒ社の売却後、ホイリッヒ家のユリウス・ホイリッヒは J 会。 ピーパーの40マニエファクター、GMBH の代表取締役社長となった。ホイリヒの商標は売却されたため、この会社は、ホイリヒクラビアウントフリューゲルファブリカツイオン、GMBH とは、関係がなく、製品は、J 会というブランドの下でそれ以来販売されている。1985年、ペイダレイアルモニークと呼ばれる第4のペダルによる、 新たな音響効果の開発が始まった。ペダルが完全に押し下げられると、従来のダンパーペダルと同じ挙動となる。ペダルが中間まで押し下げられると、すべてのダンパーが持ち上がるが、演奏され、離された鍵のダンパーのみが弦に落ちる。演奏されていないその他の弦はダンパーで消音されないままになる。2006年、試作品がムジークメッセフランクフルトに出品された。 ピエール・ブー・レイズは、この革新を好意的に論評した。2017年現在、以下のモデルが生産されている。中国生産のアップライトピアノ、オーストリア生産のアップライトピアノ、中国生産のグランドピアノ、ホーム、フューリッチ、2021年3月4日閲覧。アドレスボッチでアホーフリーファーントニーム・コングリッシュ、ザックセンフォン1905ハットホルスト・ピーター・ウィックル。 オーネ、チャイナゲート S ニヒト、イン、ベルトエ m ムソンタグ、10、エイプリル2011、S15、フューリッチ、プロダクション。2018年6月4日閲覧。フューリッチ、ペイダレイアルモニーク。2018年6月4日閲覧。ありがとうございます。